こんにちは、龍谷大学吹奏楽部です。本日はサキソフォン四重奏で演奏させていただきます。サキソフォンの中でも今回、ソプラノ、アルト、テナー、バリトンの4種類の楽器で、サキソフォンならではの豊かな音色をぜひお楽しみください。それでは演奏に移らせていただきます。1曲目に演奏いたします曲は命の奇跡です。こちらはロンドンで活躍する少年合唱団であるリベラによる楽曲で、ユニバーサルスタジオジャパンのユニバーサルワンダークリスマスのテレビ CM で使用されたことで話題になりました。まるで天使が舞い降りてくるかのような美しい旋律をぜひお楽しみください。それではどうぞ。命の奇跡でした。続いて演奏いたします曲は魔女の宅急便メドレーです。1989年に公開されたスタジオジブリのアニメ映画魔女の宅急便の作中で使用された曲の中から、今回は晴れた日に、ナンパ通り、海の見える街、ルージュの伝言の4曲をメドレーでお送りいたします。ぜひ魔女の宅急便の世界を思い浮かべながらお聴きください。それではどうぞ。
とうございましたありがとうございました。魔女の宅急便メドレーでした。最後に演奏いたします曲は宝島です。こちらは日本を代表するジャズミュージックバンドである T スクエアによって1986年にリリースされました。その後吹奏楽版に編曲されたものは今なお日本中の吹奏楽バンドで演奏され親しまれています。サキソフォンによるメロディックなサウンドをぜひお楽しみください。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。最後になりますが、2023年12月27日に大阪府のザ・シンフォニーホールで第50回定期演奏会が開催されます。ぜひ お越しいただけますと幸いです。改めまして本日は誠にありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。龍谷大学吹奏楽部の皆さん